はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は菅野選手、鈴木誠也選手、田口選手、山本由伸選手、このレギュラー確定している4選手の総合チャレンジをやっていきたいと思います。ってことで早速やっていくんですけども、めちゃめちゃこの総合チャレンジ重要です。まあ、特にね、菅野選手と田口選手、この2選手のね、球威スタミナどっちが決まるかによって結構今後のね、オーダーが左右されてくるので、その2選手の称号をね、是か非でも決めていきたいと思います。でね、早速やっていきたいんですけども、その前に最近ね、ありがたいことにチャンネル登録者が結構増えてきて、まあこういうね、ミキサーの動画とかこういう称号の動画とかでね、極み持ってるの、たくさん持ってる動画を出すと、結構ね、本当にそんな極み持ってて無課金なんですかみたいなね、質問をよくいただくので、まあサブチャンネルの方にね、あの無課金の証明動画を上げときました。なのでね、本当に無課金なのってね、信じられない方は、まあそちらの方から動画をご覧ください。で、まあサブチャンネルの方ね、基本的にリアタイの無課金、いや、違う、リアタイの、あの負け試合の動画を上げてってるので、まあそちらの方もね、興味ある方は、まあ説明欄にね、サブチャンネル貼っておくので、まあそちらの方からね、サブチャンネルの方、興味ある方はチャンネル登録していってください。では早速、称号チャレンジの方やっていきます。ってことで早速やっていきます。まずは鈴木誠也選手ですね。まあ A1 枚だけなんでやっていきたいと思います。で、まあ狙いは勝利の使者1点狙いで。まあ本はどうしよっかな。まあ期待量込みで本1冊。まあ2冊。あ、まあいいや。1冊でいきたいと思います。では早速いきます。うい。勝利の使者、勝利の使者。まあ同値崩れない称号でもいいですね。大砲。大砲ということで、まあこの称号はね、外して同値に戻したいと思います。では続いて山本由伸さんの方行きたいと思います。ってことで山本由伸さんの称号をやっていきたいと思います。で、山本由伸さん、まあ見ての通りね、スタミナ A 乗りそうなので、まあスタミナ A 乗る称号をね、狙っていきたいと思います。で、まあ狙いとしては、まあだから A 級期間とか超特急とか勝利の下あたりですね。まあ星3以上の方がね、スタミナ A 乗るの多いんで、まあ本ちょっとね、多めに使っていきたいと思います。で、まあ1枚しかないんで行きたいと思います。どうしよっかな。1冊、2冊、3冊。まあ、3冊で、4冊で行きます。いや、もったいないな。3で行こう。3で行きます。よし。高投手は？請求 A か。いや、まあ、まあ、しゃあないですね。じゃあ、続いて、田口選手の称号、行きます。はい、ということで田口選手の方行きたいと思います。田口選手、今強心臓がついている状態なので、まあそうですね、球威スタミナ同値決めるためにね、称号的にはまあ星1のね、あの球威自慢、ここを狙っていきたいと思います。まあ強心臓今ついてるのは出ないので、まあ強心臓は出ないってことで、結構ね、球威自慢出る確率は高まると思うので、本なしでね、行きたいと思います。で、まあここは本当ね、称号重要なんで、マジで決めていきたいです。田口選手で決まったらでかいんだけどな。ここマジで重要。お願い、決まってくれ。よいしょ。粘りの投球じゃダメかな。うん、ダメですね。まあでも強心臓ですね。はい、ということで続いて菅野選手の方行きたいと思います。はい、続いて菅野選手の称号の方をやっていきたいと思います。まあ、菅野選手は、まあ、見ての通りね、球威がスタミナより2低いんで、まあ、球威スタミナ同値をね、絶対決めたいと思うんで、ここはマジで絶対決めなきゃいけないとこなんでね、まあ頑張って決めたいと思います。で、まあ称号的に、まあ球威スタミナ同値になるのが、まあ星2以下で2つあって、まあ星3以上でも2つあるんで、もうここはね、本当に絶対に決めなきゃいけないとこなんで、もうずっとね、本5冊でいきます。もうマジで決まんないとここはまずいです。本当に。で、まあ A5 枚あるん、あって、あと1枚育ててる A があるんですけど、まあね、この5枚あったらね、ここで決めちゃいたいですよね。ってことで早速、1回目。もう知らない。極意書の数なんて知らない。はい。頼むよ。よいしょ。頼む。ミスターコントロールじゃない。ってことで2回目いきます。はい、ってことで2回目やっていきます。まあミスターコントロールはもう出ないんでね。まあ確率はさっきより高まると。
マジで頼むな、本当に。これマジで決まんなかったら立ち直れない。火の玉ボールじゃない、違う。いや違うよ。まあとりあえずこっちにしときます。では3回目いきます。はい、ということで3回目。いやもう地獄ですね本当に。いや今まで運良かった分結構揺れ戻し来る気がすんな、ここで。いや頼むよマジで。本格派じゃないよな確か。あれ本格派だっけ。やったー、いやーもうほんとテンパりすぎて本格派かどうかも覚えてなかった。いやマジで嬉しい、最高です。ってことでリアタイの方行きます。はい、ということで今日も解説していきます。こっちの先発は則本さんですね。でまあ相手の方は、まあ、勝率はそこまでですけど打率が少しね高めの方でした。まあそういう方相手のね配球を今から解説していきます。でまあ初球はスプリットで1回これ入れていくと。で次ね本当はフォークでいつも行くんですけど、スプリットを連チャンで入れていくと。打率高めの方相手には結構攻めた配球をするといいと思います。今2球目ねフォークとか投げたら結構見極める確率が高いので、まあそうなってくると相手のペースになってしまうので、もうプレッシャーをかけるっていう意味でも、打率高めの相手にはもう攻めていくしかないです。で、一回ね、こうやって攻める姿勢を見せちゃえば、あとはこういうね、ボール球とか振ってくれる確率も高まるんで、まあ強い方相手の試合の入りですね、そこをポン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 ストライクでね、入っていくと、相手もね、おお、この子違うな、みたいなね、感じで感じるんで、まあ、打率高い方相手には攻めていくっていう気持ちをね忘れないようにしましょう。でカウント不利になったら真ん中の高さからスプリットで、で結構ね今みたいに捉えてきたら危ないんでストレートですね。今スプリットの真ん中から捉えてくる人は結構ストレートの張りが甘いことは多いので、まあストレートを投げましたと。ストレートはねたまに投げるぐらい今みたいなところでね使うのが一番いいと思います。そしたらもう一回スプリットで攻めていくと。でまあフォークも混ぜてうまくボール球を誘っていくと。でこれ結構外れすぎるんでね、外れすぎたらもう一球ね今のボール球を生かすためにちょっと今のより高めから投げると前の無駄な一球が生きてきます。はい、続いてバッティングの方ですね。相手の先発は小笠原さんで写真変更してるんですけど、で今のストレートも動くやつですね。あのストレートとツーシームが逆方向に動く、まあボルシンガーさんみたいな感じですね。この小笠原さんも結構いいですよね。で、まあ、小笠原さん攻略は、まあ、です。今のドロップカーブとか、スラーブとか、そこら辺は考えなくていいです。反応できた時だけ打てばいいと。まあ、追い込まれたらもちろん打ってきますけど、まあ、そこら辺はもう、頭から消したっていいと。もう、ストレートとツーシームだけに集中してください。で、見極めるってことでもなく、ストレートとツーシームは。左対左の時は、ゾーンを狭めに。左対右の時はゾーン広めに行っていいと思います。まあ、なんでかっていうと左対左の時にインコースのねボール球をツーシームに手を出すと結構ね打ち取られる確率高くてゲッツーになる確率高いんですけど、まあ、右対左だったらある程度ボール球打ってもファールで逃げれたりヒットになったりするんで、まあ、とにかくインコースですね、インコースを左バッターだったら狭める。でまあサークルチェンジャー打っていくと。で右対左の時は結構広めにねガツガツ打ってっていいみたいなね感じが攻略法としてはいいと思います。まあ、対ボルシンガーさんだったらそれが逆になるって感じですね。でまあスラーブとかドロップカーブとかは今みたいにちょうどねカーソル近くに置いとけばまあ反応できるようになると思うので、まあそこら辺はね練習で慣れなんで皆さん必ずねそこら辺はできるようになるんで、そこら辺は気にせずやっていっていいと思います。で今みたいに甘めのコースのあの通し魔打っていっていいと。もう左はとにかくギリギリのところを打たないことですね。で今そう、今のボールを打っちゃダメです。今うまくファールで逃げましたけど、
左対左の時はもうあれが結構アウトになる確率高いんですよ。右対左だと結構強引に打ってファールにで逃げられる確率が高まってくるんで、まあ、打ってっていいって感じですかね。もうストレートかツーシームか見極めるっていうんじゃなく、そこら辺にカーソルを置いて、もうとにかくつまらないタイミングで振ると、もうとにかく引っ張ると。特に、ね、この小笠原さんとかは、まあ、そんなに、ね、変化量大きくないんで、まあ、まとめて待っちゃってもね、カーソルその都度合わせていくって形でいいと思います。ですね、右バッターの時は結構今甘いとこでしたけど、インコースの多少で、まあこれ外角はまあ反応してください。まあこれは自分が下手くそですね。で、インコースはボール球でも、まあ、多少ストライクかなボールかなっていう球はガツガツ振ってっていいと思います。まあヒットになったりね、ファールで逃げれたりして、まあ、しっかりしたタイミングで振ってればアウトにはならないと思うので。まあ、スラーブとか、まあ、今みたいなのは打てるって思った時だけ打ってください。で、今のですね、今のストライクかボールかどうかなっていう時に、結構今実際はボール球なんですけど、強引に行ってもね、左対右の時は結構ヒットになる確率が高いっていうね、結構ね経験上思うことなんで、でこうやってファールで逃げれたりと。これ左対左だったら多分ね、フェアゾーンに飛ぶ確率は高いと思うんですよ。まあ、今3球目とか振らなきゃダメですけどね。なので、まあ右対左の時は結構もう自分が打てるって思ったら、もう迷わずガンってガツってね打ってっていいと思います。で、今のとかもちなみにボール球です。これやっぱ、まあストレートとツーシーム動くピッチャー相手には結構左対左、右対右の時がね結構不利になってくるんで、まあ、代打とかはね、例えば小笠原さんだったら右バッターをね出していくみたいなね形がいいと思います。で、まあそういう打撃していくとも相手は投げる球なくなってくるんで、まあ2、3で甘く来たところをこうやってねヒットにすればいいので、そうすればね相手困ると思うんで、そこら辺をね徹底してやっていくといいと思います。で、ピッチャーロドリゲスさんですね。ロドリゲスさんはツーシームがでかいのかな。で、この入りいいですよね。ツーシームのピッチャーで結構ストレートで入るっていうのは結構、まあ、自分も相手がそう来たら嫌だし、結構抑えられるケース多いんで、いい入りだと思います。で、まあ今の三振はまあ悪い例ですし、忘れてください。まあね、あそこら辺は絶対見逃さなきゃダメですよね。まあ、多分こんなことしてるからあんま打率上がんないんですよね自分で。まあ切り替えていきますと。で、代打はね右バッターを出していくと。はい、続いて2回のピッチングですね。まあ3点差あるんで、まあ余裕持ってね行っていいと思います。で、多分今の初球のファールのフォークとかボール球なんですけど、多分相手がファール打ったじゃないですか。そう、多分バットとボールが当たった場所がね、履歴として表示されるので、相手としてはストライクのところにストライクを打ったよみたいな感じでね表示されてると思うんですよ。もうそれをね、相手が実はボール球だったかって気づいだったっていうことを気づいてない確率があるので、結構ねそこら辺を打たせると後々のピッチングにね生きてくると思います。ですね、今のところが微妙にボール球なんですよ。で、見てくると、今ボール球ですけど、多分ファール打ったら多分枠の中でストライクのところに表示されるんですよね、あれが丸っこいのが。なのでそこら辺をね気づけるかどうかでもう結構打率って変わってきます。で、たまにはツーストライクからでもストライク入れると。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画も見てくれるととても嬉しいです。